写真拡大、セントール SG に12匹、中京、注目の秋商戦。19年阪神 JF 以来、2つ目の GE タイトルを目指しテレシステンシアがいよいよ始動する前橋のビクトリーアイムは、勝ちにこだわる強気の毛馬グランアレグリアの鬼足に屈して6着に敗れたが、松下氏は、勝つにはあの戦法しかありませんからね。勝ち馬は別格でしたが、2から5着馬は逆転できるはずです。と敗戦にも胸を張り、仕切り直しの今回は、巻き返しに力が入る。20年同様、夏場は北海道で息を養った。ただし、21年は中身が違う。去年は骨折での休養。リフレッシュ放牧とでは過ごし方が違いますからね。都市機理想的な形で、8月6日に立東トレ線へ帰り、一周前は立東坂地で下し4度51秒7の12秒0、強め終始、落ち着いた走りで軽快に戸坂ゴール前も力強い伸びを見せた。攻めかけするタイプですが、しっかり動けていました。何のトラブルもなく来られたのが何より、迫力満点の動きでトレーナーを納得させた。今回は3歳勢が大活躍。スプリント戦線でもよかよかとで、ハリアが駒に一泡吹かせた。ただ、年長 G1 馬として黙ってはいられない。阪急杯も休み明けでしっかり走った。3歳馬が頑張っているけど、意地を見せないとね。各、の違いを見せつけ、G1 へ向けて好発進。